い、こんにちは、かけむらです。今日もまたまた1個473円もするアイスクリーム、大仙牧場さんのブルーベリー&ベリーのアイスですねの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。あの YouTube ユーザー様、視聴者様に調べていただいたら、あのお中元のバラ売りみたいです。あの12個セットで5400円っておっしゃってましたね。ご連絡いただきました。結構あの高い高級アイスですね。大仙牧場さんの白バラプレミアムですね。ブルーベリー&ベリーのアイスです。鳥取県産のブルーベリーと、鳥取県産のなんすかね、ブラックなんとか、ブラックブルーベリーなんですかね。そういたしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。生乳、クリーム、ミックスジャム、砂糖、水飴、加糖ぶどう糖、液糖、その他、加糖練乳入ってますね。おー、ええ感じです。脱脂粉乳、砂糖、加糖卵黄、卵黄油、安定剤ですね。あとは酸味料です。エネルギーは1個あたり220キロカロリーですね。製造元どこなんですかね。あ、製造者も大仙乳業さんです。はい、こちらが大仙乳業さんのベリー&ベリーのアイスの中身です。割にそうですね、柔らかい感じで、中はジャムですかね、果肉じゃないと思うんですが、果肉なんですかね。それでは大仙牧場の白バラプレミアムベリー&ベリーのアイスのお味の方をチェックしてみたいと思います。うまいですけど、あんまりベリーベリーしてないですね。ブルーベリーのそのなんか独特のその酸味風味が少なくて、なんか生クリームアイスを食べてるみたいな感じですかね。すごい上質なまあ、生乳っていうんでしょうか、使っているので、すごいまろやかで甘さ控えめっていう感じですかね。なんか大人味です。すいません、美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。